Shave it. どうした？今回は30個の死に方を紹介した。なんか題名おかしいな。30個の死に方を紹介って。今回は30個の死に方を紹介していきたいと思います。このマップは30ステージあって、そこで、はい、レベル1ですね。こんな感じで始まって、この中でどうにかして死ねばクリアとなります。じゃあレベル1はどうやって死ねばいいんだろうな。鉄ブロックと、多分、フォールダメージってことは、これで死ねるね。これの繰り返しかな。ほい。まだまだ行きまーす。股関節が。よいしょーい。はい、これでクリアですね、レベル1は。レベル2、ウォーター。多分、これは、簡単だね。これもクリアしちゃっていいですか。まず、こう置くでしょ。そして、ここ、行き止まった。下から、漏れてる。はい、クリアー。簡単ですね。ラバーフォール。これ、何今の？これドロッパーみたいな感じ？あれ？何すればいいの？これ、この、食らわないように行けばいいのか。なるほど。来た。来たー！やったー、クリア。レベル4。アンチグラビティ。これは、何すればいいの？飲めばいいの？バカじゃない。なるほど。上に上がるから、これ、いい、何回も。レベルクリア。レベル5だね。これは何をすればいい？簡単ですね。これドロッパーじゃなくて、ディスペンサー自分にぶつければいいんでしょ。そしたら、こうやって、こう置いて、あと、まあ、いっか。これでできるか。そして、こうやって、やべ、よしよし、これ、ド M には最高だ。レベル6、火のボールってことは、これ簡単ですね。もしかして今回のカスタムアップは案外簡単なのかもしれない。なんだこれ。ここぶっ壊すと爆発するよ。はい、来た。さすが。これスポッて入りたいんですよ、俺。次は、これも、これ多分、上から落とすんだと思う。これじゃ死なない。これを何回も繰り返すのか。バカだね、自分で。おう、シェー！見て、今死ぬよ、僕。これ簡単だな、本当に。何これ。これもわかるぞ。ここの、上に置いた、ここの上に置いて、多分これデイト、多分ナイトだから、ナイトに変えて、寝ます。そうすると、なんだよこれ。ジャンプしてるよ。なるほどー。ここにつけてから、また戻ってこいってことかー。このバカ野郎。プン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 。クリアしちゃった。なんで？なんかクリアしちゃった。じゃあ次は、ネザーかな？この奥は夢の国だ。夢の国へやってきました。あとはここで死んでくださいって。ダメだな。非耐性がついてるから落下ダメージじゃないと。どうやって死ぬの？もうここマジでわかんない。マグマ風呂気持ちいい。はい、次のステージ。レベル12。これは弓か。もしかして自分に当てるのかな。よし、来い。そういや、サドネスさんなんか自分に弓を当てて、二段ジャンプする方法とかいう動画出してましたね。それと一緒だね。はい、そして、レベル13、ハンガー。お腹を減らして、あとは餓死するのを待つだけかな。はい、どうもさよなら。15レベル、ポーション。これなんだ？これだけ？水飲めばいいの？
この天然水すげえな。あ、死んだ。そしたら次、What to do? 何をすればいいの？あ？次は、これはポーションか。俺ポーション嫌いなんだよな。全然わかんない。あ、とにかく突っ込んでおこう。あ、最初に水汲むんだっけ？覚えてるぞ、そこら辺は。そして、これを突っ込む。私には難しすぎたようだ。はい、レベル19、ルックアップ。見上げろ。なるほど。あれ？あれ？なんもできなくね？あ、あ？違うか、関係ないか。あ、これじゃん。はい。なる、おーい！なんだその倒し方！そんな派手に、また爆発するのも、この音は何でしょうかって。今書いてあったね、この音は何でしょうかって。ふざけてんのか？次はなんだ？豚か。これで何をすればいいんだ？まず豚を大量に出します。こんなに出す必要はなかった。そしたらサドルをつけて、こいつに、そしてこう人参で釣るんだよ。こっちだよ、豚ちゃん。あ、こっちか。あ、すごい。これで、いけるね。こうでしょ。あ、来た。これで落ちれればいいんだ。じゃあな、豚と一緒にしまーす。早えな。ラバージャンプ。これ上に、マグマあるけど届かねえな。ん？またサドル？サドルで何しろっていうの？スポーンホース。なんだよ、これ馬出せんのか。これでね、もう君も一緒に死のうか。あれ？これで、ジャンプ！わー！はい、レベル23。ここは何をすればいいんだい？あー、ここをボタン押してあとは待ってろってことか。多分落ちてくんだね。また、かな、おぉ！はぁ？そっちかい！なるほど。これは何？これ簡単じゃない？見て、キュウリで死ぬよ。見てて、キュウリでーす。次は、デッドリーミュージック。これ聞けば死ぬの。聞いたら死んだ。ああ、この歌は。鳥肌が立ってきた。鳥肌が立ちすぎて。鳥肌が立ってもうすぐ羽毛が生えます。ウォルフアタック。これはどうせ狼でしょ、これ押すと。ほらほら、来た来た。あとはこいつら、これ、こいつらあれでしょ？いっぱい出して、一人攻撃すると、集団で襲ってくんでしょ？わかる？ほら、来たー！恐怖映像、恐怖映像。レベル29。あ、もうここまで来ちゃった。レベル18のコピー。はぁ、こいつもか。ここで、こう一体攻撃者はみんな見てるね。ここでいっぺん攻撃者。あー！レベル30。もう簡単でしょ。多分ここ押せばなんか起きる。来たよー。おー、すっごいね。ちょっと今骨が見えたよ。見て、骨見えるよ。おー、骨が見えた。おーおー、クリアしちゃいましたね。よーし。おー、クリアしちゃいました。いつまで雷鳴ってんだよ。じゃあクリアしました。これでクリアです。うん、面白かったね。難しいってわけでもないし、簡単ってわけでもなかったから、皆さんもこのマップをダウンロードしてやってみてください。よかったら高評価、チャンネル登録、 Twitter フォローよろしくお願いします。では、 See you。 雷うるせえんだよ、もう。 See you の邪魔をするな。